楽に走れる方法の動画、速く走れる方法の動画見ると確かにスピードは出るんだけどすぐに疲れちゃうな。かえって体に負担がかかってる気がするな。スピード別の走り方の方法知りたいな。そのように思われているランナーのあなた、今回はキロ7分、キロ6分、キロ5分など走るスピード別の走り方をご紹介させていただきます。どうもランニング整体師ゆうじろうです。今まで効率よく速く走る方法などの動画いくつか上げさせていただきましたが、その中のコメントでこの走り方するとスピードは出るんですけどすぐ疲れるようになっちゃった、かえってこの走りをすると体を痛めてしまった、そのようなコメントをいただくことがありました。そこで今回はスピード別の走り方というのをご紹介させていただきます。結論から言いますと、速く走る走り方、ゆっくり走る走り方、どちらも効率よく前に進む原理というのは変わりません。すなわちゆっくりのペースでも体の前ではなく体の下で着地できた方がブレーキがかからず効率よく前に進めます。さらにゆっくりのペースでも着地した後に膝のクッションを効かせすぎない方が地面からの反発を利用して体幹やお尻を使って効率よく前に進めます。ただゆっくりのペースになるとどうしてもブレーキをかけやすい走りになってしまったり、接地の時間が長くなり腰の低い走りになってしまう方が非常に多いです。実は速く走る時もゆっくり走る時もある足の動きの大きさを変えることによって同じ効率よく前に進む原理でうまくスピードをコントロールして走れるようになります。すなわちゆっくりのペースでもブレーキをかけずに腰高のフォームで走れるようになります。実際に今からその足の動き覚えていただきたいと思うんですが、その前にあなたにお伝えさせていただきたいことが、走るスピードを変える要素は足の回転数かストライドになります。練習で何を意識するかによっては変わりますが、速く走るトレーニングからゆっくり走るジョギングのトレーニングをするとき、このときスピードを落とす要素としては足の回転数ではなくストライド、すなわち歩幅を狭くすることを意識してください。もし速いペースをゆっくりのペースに変えていったときにストライドを大きく変えないと足の回転数を落とすことになります。足の回転数を落とすということは地面が足に接している接地時間を長くしなければいけません。接地時間が長くなればなるほど体を支えている時間が長くなり、徐々に腰の低い走りになりやすくなってしまいます。さらに広い歩幅を維持したまま接地時間が長くなると地面からの反発を活用できないので、無理に地面を蹴る力を使ってストライドを広げようとしやすくなってしまいます。そうなるとふくらはぎの筋肉なども過剰に使われてしまいます。ですのでスピードを落とすときは多少足の回転数は落ちやすいですが、できるだけストライドを狭くし足の回転数を落とさず意識することをお勧めします。それでは実際にスピードをコントロールする足の使い方、実際にキロ7分、キロ6分、キロ5分とスピード別の走り方ご紹介させていただきます。ゆっくりのペースでも速いペースでもどちらでも共通して意識していただきたいことをお話しさせていただきます。特にランニング初心者の方は走る時の足の動きが前後に振り子のように動くような走り方になってしまいます。振り子のような足の動きで足を前に出すとそのまま体の前でかかとから着地しブレーキがかかる走りとなりやすくなってしまいます。そして地面を押した後足が後ろに流れお尻が使われにくく、ふくらはぎの筋肉が使われやすくなります。さらに足の引き付けが遅くなり足の回転速度も落ちてしまいます。ゆっくりのペースでも速いペースでもあなたに意識していただきたい足の動かし方というのが、前後に振る振り子のような動きではなく反対の足に沿わせるように足を持ち上げて下ろす、この上下の意識を持っていただきたいと思います。すなわち地面を押した後反対の足に沿わせるように持ち上げて下ろす、持ち上げて下ろす。この時ポイントが股関節と膝を同時に動かすということです。股関節を使う動きがももを持ち上げる動き、膝を曲げる動きが膝の動きになります。もし股関節だけ使った動きになるとこのように足は反対の足に対して前に出てしまいます。一方で股関節の動きが乏しく膝を使う動きが強調されてしまうとこのように反対の足に対して足が後ろに行ってしまいます。しっかりと股関節と膝、これを同時に動かすことによって反対の足に沿うように足がまっすぐ持ち上がります。そしてここからがポイントで、反対の足に沿わせる足の高さ、この高さを変えることによって前に進む原理を変えずにスピードをコントロールすることができるようになります。足を持ち上げる高さを小さく、スピードを上げるごとに足を持ち上げる高さを高くしていきます。まずは片足でこのコントロールができるようになりましょう。まずは低く股関節と膝を同時に動かして徐々に高くしていきます。反対の足に沿わせるように、そして徐々に低くしていきます。反対足も同様に行います。次に今の足上げを交互に行います。
まずは低く、徐々に高く、低く、徐々に高く、最後に今の動きを素早く行っていきます。まずは低く、徐々に高く、また低く、徐々に高く。この足の高さを意識したまま前に進んでいます。ゆっくり走るときは高さを低くしたまま体を前に倒し進む。よりスピードを上げるときは足をもう少し高く上げて進む。さらにスピードを出したいときはより足を高く持ち上げて進む。同じ体の使い方でも膝と股関節を使う角度を変えて足を持ち上げる高さをコントロールすることでスピードを変えて走ることができるようになります。キロ7分ペースの走り。地面を押した後、足を持ち上げる高さを低くすることでスピードを落として走ることができます。スピードを落としても体の真下近くで着地しています。キロ7分ペースの振り子走り。上のように足を前後に振り子のようにスイングする走り方になると体の前でかかとから着地しブレーキのかかりやすい走りとなります。キロ6分ペースの走り。地面を押した後、足を持ち上げる高さを少し高くすることで前に進む原理は変えずにキロ7分ペースよりも速く走ることができます。キロ6分ペースの振り子走り。上が振り子走りになりますが、キロ7分ペースよりも足を前にスイングするスピードが速くなるためより体の前で遠くに着地しやすくなります。キロ5分ペースの走り。キロ6分ペースよりも地面を押した後、さらに足を引き上げて下ろす意識で走ることで同じ進む原理でよりスピードを出して走ることができます。キロ5分ペースの振り子走り。上が振り子走りですが、キロ6分ペースよりもさらに体の前で着地し地面を押した後の膝の曲がりも小さいです。キロ4分ペースより速い走り。地面を押した後の足の引き上げがお尻近くになるとキロ4分より速いペースをブレーキをかけずに出せるようになります。キロ4分より速い振り子走り。上が振り子走りですが、体の前で着地しブレーキがかかることはもちろん前に弾むように地面に力を加えにくい走りとなります。はい、ということで今回はスピード別の走り方ご紹介させていただきました。もし速く走るとき、ゆっくり走るとき、前に進む原理が大きく変わってしまっていた方はぜひ今回の動画の内容を復習してスピードが変わっても同じ前に進む原理は変えずに走っていただければと思います。最後にこちらが概要欄にあるゆう先生の公式 LINE 友達追加していただくとフォーム診断、9割のランニング初心者が体感した1週間で走りが楽になる3つのトレーニング動画、たった7日間で今より楽に速く走れるようになる無料コンテンツ7日間チャレンジ、この3つの特典をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にゲットしていただければと思います。また何か動画にしてほしい内容などありましたらぜひ下のコメント欄に書いていただければと思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。